負けられぬ戦いがある。 平野口を守りきり敵勢を押し返したその時が勝機。 この真田丸には父上の策が生きている。そのことをお見せしよう。隠し道を使うぞ。急に雪村が出てきたぞ。攻め寄せるは増強ばかり。太平に慣れた徳川の将は戦の仕方を忘れた。もう我慢できん。我らも行くぞ。カイド、 門前払いを食らわせ敵の士気をそぐ。上田で二度までも徳川の大軍で退治した際、父上はいささかも絶望しておられなかった。策の自信が終わりの頃と思った。今なら分かる父上の覚悟は。 真田の戦ぶりを敵将討ち取ったり。真田の意地を見たか。急げ押し通る。いい直孝杉さん、父直政の名にかけて、 赤備えにかけて避けられぬ。お父上から聞いておられぬか。赤備えは真田の軍法、遅れは取らぬ。これにより真田丸に踏み込めもせぬとは。挑発に乗った挙句この始末か。バカめ、守れねばならぬものがある。 命など捨てられぬ。負けてしまうとは。これぞ真田の戦ぶりよ。 よし、門が開くぞ。突撃、最後。狭い出丸に突っ込んでどうする。包囲殲滅こそが大軍の利点だろうが。だが雪村、いかに策を弄せるか。この数ではいくらも持つまいぞ。 押し通る。
撃ち取ったり。なんという無様な真田の意地を見たか。 数を減らさば、それは幕府への不忠であるぞ。伝令、南条元忠殿、大阪城内部を制圧。南条殿がやったか。勝負は決まりじゃ。雪村の首はわしが開門。 南条殿は佐助が。そうか、この技法は。何だ、苦労をかけるな。大通者だろ。まんまとしてやられたな。この勢いを止めるのはわししない。ならば俺の指揮で流れを良くするしかあるまい。開門。さすがは高虎殿、良い指揮をなさる。 聞いていたためとしよう。このままいこう。開門。お、城内への扉が開くぞ。この木になだれ込め。 鉄砲が。お前押すなよ。真田の策、味わってゆかれよ。イノシシ武者かと思ったが、真田幸村、手の込んだ真似をしてくれるではないか。 様を死なせる気か、幸村。 勝利を我が手に。橘が来たか。鉄砲も恐れぬ宮中武者をどうさらく。雪村、家康公は橘隊の勝手にお怒りである。 立ち話さえ技法に惑わされるとはな。寄せ集めの軍とはこんなものか。隠し人に技法、おまけに隠し鉄砲か。雪村一人で迎え撃つなぞ大嘘ではないか。この真田丸こそ小賢しい真田の戦さなものよ。勝利を我が手に。 勢い強まる一方、銃眼の打ち手が危ういな。銃撃の時間を稼ぐのには限界がある。勝利を我が手に。体の位置を見たか。 敵将、討ち取ったり。
ない。立花の双剣さん、健在なるを見届けた。猿、ここは譲れぬ。そんなものか、徳川は。鉄砲が怖ければ止めてやろう。そなたら弱卒には槍一本で十分よ。雪村様、我らの撤退のために面目ありません。ご分を。私が蹴りをつけてやらねばならんか。ダデタイ出るぞ。解剖で、大王殿は徳川への地位を図られる。上に講和稼ぎ隊が戦意には低い。雪村の策の真髄はそこよ。大王殿の神経を見極めての振る舞いこそが、どんな食わせ者じゃ。じゃがない雪村、それでは貴様に勝利はないぞ。真田の意地を見たか。政宗殿が退けられれば、あとは行為は開けた。これより家康殿の首を狙う。良い武器は良い品が入っております。